津島海峡。津島海峡は、九州と朝鮮半島の間にあり、東、シナ海と日本海を連絡する海峡。講義には、玄海など、一気水道などを含めた本州西岸、九州北岸と朝鮮半島との海域全体を指す。国際的には、朝鮮海峡と呼ばれることが多く、津島海峡は、津島と九州との間にあたる海峡の故障として、 用いられる場合が多いが、海峡全体を津島海峡と呼ぶこともある。詳細名称を参照。全体の幅は約 200km、平均水深は約90から 100m、海峡上には比較的大きな島として津島と域の二島がある。津島を境界にして大きく二つの水道に分けられる。日本では津島と朝鮮半島の間を 朝鮮海峡、海峡全体及び、津島と域の間を、津島海峡と呼ぶことが多いが、海上保安庁海洋情報部発行の海図では、津島と朝鮮半島との間の海峡を、津島海峡に水道、津島と域の間を、津島海峡東水道としている。百六十年、唐と白木が連合して、九だらに侵攻した。ダラの救援要請を受け和国は、 朝鮮半島に援軍を送るが、663年、白月の絵の戦いで大敗した。当、白木連合軍に日本本土を侵略されないよう、津島に先森やのろし、飛ぶ火を設置して侵略に備えた。1905年の日露戦争では、同海峡で日本海海戦が行われ、日本海軍の連合艦隊がロシア海軍のバルチック艦隊に勝利し、 日露戦争の勝敗を決定づけた。世界的には津島沖海戦、バトルオブ津島と呼ばれる。太平洋戦争終結後にアメリカ合衆国とソビエト連邦が対立する冷戦時代に突入すると、同海峡はにわかに軍事上の要衝としての重要性が増大し、ソ連、元ロシア太平洋艦隊の艦艇がよく姿を見ていた。 世界的に有名なチョークポイントである。ただし、東西領水道ともに、領海法に基づく領海の幅が、通常の12海里、約 22.2km から3海里、5.556km に狭められた特定海域で核兵器を搭載した外国の軍艦を含め自由に通過することができる。なお、日本国が当該部分を公開として開放しているからであるため、 通過通行権の問題は生じない。これは津軽海峡と同様である。津島海峡、朝鮮海峡と東水道、西水道は周辺各国、日本、韓国、北朝鮮などにおける名称と国際的に通用している名称の間に作綜が見られる。これをまとめるとおおむね以下のようになる。なお、これらの名称は用いられる立場や文脈にもある。 程度依存する。特に、異なる言語から翻訳された文章に、これらの海域名が登場する場合、どの領域、水道について言及しているのか注意する必要がある。英語名としては、コリア・ストレイト、この日本語訳には、朝鮮海峡が当てられるが一般に用いられるが、日本関連、特に、日本海海戦、バトル・オブ・ツ・シマ、海軍関係、あるいは、学術論文等では、 津島ストレート、あるいは、平気した、コリア、津島ストレートが多く見られる。日本の古地図では、朝鮮海峡としているものが多く、高麗海峡となっているものもある。また CIA ワールドファクトブックでは、サウスコリアの項では、コリアストレートの単独表記、ジャパンの項目では、イースタンウエスタンチャンネルズ・オブ・ザ・コリアを厚島ストレートとストレートの単数型をいて、 平気しており、日本海に対するイーストシー表記とは異なり、ガイドライン上どちらを用いても良い。また、政府のガイドラインを規定するアメリカ地名委員会では、コリアストレイトは、ブルガリアレフスタンダード、標準名ではなく、ブルガリアレフコンベンショナル、一般名、対馬ストレイトはそのバリアント、異名とされており、他方、イーストシーは聖書における、司会の異名、 ヨエル2時20分エゼキエル書47、18としてのみ登録されている。海外移住者も含む韓国、朝鮮民族の間では、日本以外における海峡全体に対する津島海峡、表記は日本海故障問題や竹島問題、津島海盆と同じく日本の組織的なロビー活動によるもので後され、バンクを中心とした間違いを修正する活動の対象となっている。 さらに、韓国でも用いられる東水道としての、津島海峡の表記が問題視されることもある。一方、韓国、朝鮮では、朝鮮半島南部の海域を南海と呼び、東、シナ海側に含めているが、国際的には東、シナ海と日本海の北方境界は、長崎半島南端の野茂崎、五島列島福江島の大瀬崎と最終島南端を、 結ぶ海峡西側の線であり、津島海峡水域は日本海に含められている。ヤフーマップスは国際標準に従い、この海峡海域にジャパンシーと表示していたが、バンクなどからの抗議を受け、津島海峡海域の表記を、コリアストレート、サウス C に合わせて、朝鮮半島近辺の日本海と航海の表記を、それぞれ C ーオブジャパン、イーストシー、イエローシー、 ウエスト C の平気に変更した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。